ゆっくりとそのかまごときで戦おうっていうの？バカなの？死ぬの？ゆっくりにはまじ強い先生がついてるんだよ。あれ？屋敷いるの？どこなの？あれ？どこかでコミ騒動やってるの？私の先生はどこなの？ちょ、大官らしくない挑発だな。大官というよりまるでいじめっ子だね。手こずってたじゃん。ほう、罠とな。忍者屋敷みたいな壮大な罠が急場しのぎでできると申すのか。エビス屋よ。うわ、なんか来た。とりあえず、トラバサミ。トラバサミで、ハサミの、金付きで吹き飛ばしの。とどめ林七先生にお願いします。ざまあ、この一心助けが許しちゃおけねえ。別にあんたに許してもらわなくてもいいんだからね。つか、あんた不法侵入だよ。だからここで何があっても正当防衛だよ。うふふふふふ、捕まえてごらーん。おい、下っ端早く来いよ。起きる気にならないの？バカなの？死ぬの？かお前らが来ないと、私が死ぬじゃないか？やめて、死ぬのはやー。うわ、金だ、金だー。世の中やはりこれよのう。ぐはー、不意打ちとは卑怯なり魚や。正義の味方の自覚あるのか？つか、出会いの人がいなくなっている件について、問い詰めたい。どこへ行った？サボりなの？お給金下げるよ、もう。再びトラバサミ。種目。屋敷。ちょ、おま、引き返すなし。仕方ないのでもう一回この三種の神器を仕掛けます。こんな見え見えの罠に引っかかるなんて、命がいくつあっても足りないよ。こんなんで正義の味方とか笑っちゃうね。
止まりませんな。ノーエビスや。なんかこれ、非常に辛くない？一度罠を仕掛けたところにはもう二度と、設置できないあたりすごいゲームバランスだよね。ゆっくり世代のゆっくりに発雷しようだね。でもきっとやり方によっては、楽できるだろうし、その方が戦略とか頭使うよね。武器か。武器か、挑発したいしな。いらない。罠は準備しないと意味がないよ。ということで、全部装備します。なんか、嫌なポーズだね。これなら正義の味方にも精神に、狂ってもんだよね。愛すべきバカって、別にいらないってことだよね。江戸の名物、一心助けかな。今朝かけてバッサリだ。気づいてしやがれ。待ってろよ。下手人を引っ捕らえて、おめえの恨みを晴らしてやるからな。しかしお代官様、あのやかましい魚を始末したお手並み、まことに鮮やかでございました。当然じゃ。わしにかかればあんなもの、ゴミ虫も同然だ。ご用だ。何ですか、想像し。ちょっと私めが様子を。行くぜ。お代官様、大変でございます。神田三河町を縄張りとする十手持ちどもが我々の仕業であることを嗅ぎつけたんです。ここは一つ魚屋と同様に、死人に口なし、返り討ちじゃ。魚屋が名物って、江戸ってそれぐらいしかいいとこないの？私は悪くない。悪いのは一心助けなんだ。勝手にゆっくりの家に侵入するのが悪い。そもそも焦点されたのはゆっくりの家の中なんだぞ。処分するの大変だったんだぞ。か、カルピス事件の本当にありがとうございましたってネタだよねこれ。いいの？このゲームいろいろとビーやってるけどいいの？こんなあからさまな置き方で引っかかるの？いくらなんでもこれは避けられると思うんだけど、どうなの？バカだ。こいつバカだ。こんなことしてたら命がいくつあっても足りないよ。力なき正義は無意味だということをこのゆっくりがじきじきに教えてやろう。受容量はお前の命だ。次はどうしよう。同じだと面白くないし、でも実績がある方が確実だし、きっとバカだからトラバサミさんことか引っかかるよねきっと。おい、どうした？私を捕まえるんじゃないの？うわ、
貴様、お上に向かって何をするだ。なんちゃって、テヘリ。このゆっくりがその程度の棒でどうにかなるわけないじゃん。ところで、ゆっくりはトラバサミ愛用協会の5,155,3,123人目の会員なので、トラバサミを愛用していますが、皆さん波動なの？トラバサミはよく使うんですか？うはっぱらわら、ざまあ。序盤なのでできることが少ないね。罠の数も少ないし、使い方もよくわからないしね。あれ？置けない。仕方ない。ハサミを私の足元に置いて。お、ひょっとして大炎上フェスティバルできるの？よし、すべてをやっつくしてくれようぞ。さあひざまずけ、命乞いはしなくていい。華々しく散ってくれ。そしてあっちの世界でゆっくり破砕鏡だと語り継げ。頼むから帰らないで。いや、帰らないでください。お願いします。よしよし、そのままそのまま。うふっ、捕まえてごらん。熱い、熱いよ。しじみ取ってる場合じゃないよ。こんだけ熱かったらレスダルも大炎上だよね。大炎上って、あれ？何で爆発しないの？火器厳禁じゃないの？おい、いきなりやってきて。この超絶可愛い美形でナイスバデーな。ゆっくりに対して、スケベーとかなんなの？ジャッジメントですわね。ギルティだね。視聴者様もそうおっしゃられているので昇天の刑に処すよ。まず恒例のトラ、って、ヒカリさん何やってんの？下っ端呼ばないと倒せないよ。所詮ウプ主の脳波その程度なの？鳥頭なの？チキンなの？KFC なの？おせよ。技術の無駄遣い。というか、謝れ。新潟の某所に住む、一個一個手作業で、滅記されたトラバサミを鏡面になるまで、磨き込んでくれている。トラバサミ職人に謝れ。もうやめて、半死の気力派のおでろよ。出会い出会い体操中です。ゆっくりの渋い顔、お楽しみください。おい、そろそろ楽にしてやるぜ。このゆっくり特製のスパーウルトラベリーゴージャスゆっくり地獄でな。ふふふ、愛すべきバカと共に三兄弟になるが、よい。そしてその目の付けどころの悪い頭をブルリンチョとねじ切ってくれるわ。避けるなし。もう一度だ。ゆっくり大観をバカにするということがどれほどの重罪か身をもって知るがよい。
潰してこねて串刺しにして、火炙りにして、つくねにして食べてやんよ。つくねといえば、温野菜で食べるしゃぶしゃぶのイメージがあります。通常4個に切り分けて鍋に入れますが、ゆっくりは2分割か1分割で食べるよ。最近はお肉美味しいね。もうダイエットするってレベルじゃないね。まだ早いぜ。串打ちと火を入れないと食べられないじゃないか。といったところで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。というわけで、遠山和、元い金さんを返り討ちにします。金さんといえば、半裸で有名ですね。現代でいうところの、露出狂、ってやつだね。時代を先取りしているね。マジで露出してんじゃねえよ。人の屋敷に半裸で上がり込むとはいい度胸じゃ。半裸で固いってすごくなんか単美な響きだね。か、最初から桜吹雪出すんじゃねえよ。それはクライマックスでやることだろ。これはあれなのか、面白いことを言えないためにタグが一つもつかないゆっくりの動画に対して最初からクライマックスタグをつけてもらえるようにっていう半裸さんの愛情なのかな。つかなかったら最後にもう一回やってきて燃やすよ。超燃やすよ。ちょっと気になったんだけど、さっきの仏像なんなの？愛情なの？私の趣味じゃないね。使えびすや、こんなの作ってるから無駄に7割増しの税金かけないといけないんだよ。いい加減にしないと仕分けしてもらうよ。今流行りだしね。仕分けといえば先日ゆっくりの家の中も仕分け対象になったよ。お掃除とも言うけどね。 A4 サイズぐらいのコンテナ6つ分のものと40キロぐらいの文庫本が仕分けされたよ。もう読まないとは言えなくなるのは悲しいね。よし、ようやくゆっくりの出番だな。虎バサミ検定保持者の実力見せてやる。バカの一つ覚えみたいであれですが、強いので矢筒使うよ。連発するよ。正義の味方と違ってこっちは生活かかってんだよ。負けたら、お給金ないんだよ。負けてもどこからともなく新兵器が届く。正義の味方とかと違って体張ってるんだよ。だから、こんな無防備な姿も晒すよ。バーカバーカ。よし、綺麗に決まったね。これで次回の昇級試験は通ったも同然だね。じゃあ昇級を祝って花火でもあげようか。あ、金さん、その方の花を花火に添えてくれるの？
悪いね。せっかくだから遠慮なくいただくよ。お、なんか繋がったね。三つまでしか仕掛けられないから最大三連鎖までだと思ってたよ。さて、いい加減肩の桜も散っただろう。今その肩の桜、枯らせてやんよ。よし、今日もわしは絶好調。絶好調の結果が、これだよ。明らかに外れてるの見えてるのに、なぜ食材倒したし。まあ、引火させれたからよしとしよう。おい、ハンラ、お前どこ燃えてるんだよ。上半身は燃えるものが、何もないんだからそこは燃えないだろ。トラバサミ小牧地獄、完了。この金さん、自分にさん付けするのかよ。じゃあ、金さんに勝ったゆっくりはもっと偉いからこれからは様付けするよ。文句ないよね。微妙な成績。か、このゆっくり様に対していじめっこって舐めてるの？金さんを地獄に落としたこのゆっくり様を舐めてるね。あんた死ぬわよ。お代官様、長屋に住む娘を借金の方にこちらに連れ出してございます。煮るなり焼くなりとお代官様のご自由でございますぞ。相変わらず気の利くやつじゃ。先の件よろしく取り計らっておくぞ。いや、それはそれはありがとうございました。さあ、いかがいたしますか、お代官様。お楽しみになさいては。早速行くか、エビちゃん。では存分にお楽しみくださいませ。例の件、何とぞよしなに。分かっておる分かっておる。せっかくの行為じゃ、存分に楽しませてもらうとしようではないか。お大官様、それだけは、それだけはご勘弁を。怖がりよって、ういやつじゃ。怖がることはないぞ。お、たまらぬ帯じゃ。色といい形といい、申し分がない。もう我慢がならないよ。助けて！お助けを！その帯、
わしに任せろ。というわけで帯回すよ。このゲームは男のロマンが詰まってるよ。ゆっくりは女の子だからわからないよ。帯なんかよりくの一のがいいよ。タイマミン。そういえばこのゲーム事業の設定があるんだけど、びっくりだよ。ひょっとして尺とか全速なのかとか、心ときめいたけど、心臓だってね、がっかりだよ。この代官なら全速で苦しむゆっくりの気持ちを分かってくれると信じてたのにね。酔いではないか、酔いではないか、長すぎる予備。着物の帯は高いんだよ。こんだけあったら何日生活できるお金になると思ってんだ。のう、娘よ。良いではないか。どうせビスやからの支給品でしょ。ぐるぐる回させなさいよ。皆さんは帯回し好きですか？ゆっくりは好きじゃありません。一回やったことあるんですよ。ぐるぐるっとね、気持ち悪くなって吐いたよ。正直頑張って着付けしたのに、それを無にするって舐めてるの？頑張っておしゃれしてきたのに、どうせ脱がすんだから何着ても変わんないよ。っていうのと同じだよね。ひどいよね。そんなこと言うなら、お前もどうせ脱ぐんだから待ち合わせの段階で服着てくるなよ。そしたら、速攻通報してやんよ。それでもいいなら回されてやんよ。って言ったら、振られた。ひどいよね。男女不平等ってレベルじゃないよね。なんかずっと同じポーズだね。しかも、回される気満々じゃないですか。失敗して止めても逃げる気ないし、こんなんじゃロマンも半減するよ。こんなことではロマンスの神様に、期待できないよ。さすがに返り討ちと違って作業芸だから実況することないね。ちょっとカットするね。良いではないか、良いではないか。カット。それというわけで今回はここまでです。ここまで見てくださった方ありがとうございます。次回もよろしかったら見てください。いいじゃないの、死人が出るよ。ついでに家も壊されるよ。現代でカジノを多用となりは強制的に破壊が執行されたら恐ろしいよね。ま、待ってくれ。竹田ばっかりで、ローンが、30年も残ってるんだ。うるせえ。庶民に口出しする権利はねえんだよ。工房で交流すんぞ。嫌ならそこでおめえの家が朽ちていく様を、指をくわえて見てるんだな。うへへ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 。みたいな会話が繰り広げられていた。というのがゆっくりが考える学説だよ。意外と今も昔も変わらないんじゃないかな。まずは自分の屋敷に突っ込みます。これをしないと池の木図にされるからね。後で気づいたんですが、この屋敷のマップはこれだけかと思っていたけど、全部繋がっているんですね。
正直、この実況の舞台裏でも、設置する場所なくなって解釈してもらったという、悲しい聞くも涙語るも、涙の壮大なストーリーがあります。壮大だけど、お蔵入りです。とりあえずシタッと早ずつで、一掃していきます。トラバサミと矢ずつで確実に、始末しましょう。このワンセットで1ヒト始末できます。お金かかるね。始末が完了したら決めポーズを、取りましょう。それが礼儀です。悪大官は礼儀知らずでいいと、思うけどね。平蔵さんちのシタッと仕事しろ。平蔵様がじきじきに手を、下しに来てるじゃないか。それよりもゆっくりの下っ端も、仕事しろ、何やってんだ。まとめて爆破されてくれないと、困るじゃないか。大ナターリアさんのように華麗に、飛ぶのが仕事でしょ。そうそう、ちょっと奥さん。大ナターリアさんが出てくる64の、007やりました。ゆっくりはだいぶ遅れてやったのでフルボッコにされてたよ。トイレにモーションセンサーとか黄金銃の、出現場所に居座るとか、鬼畜すぎるよね。間違えるよりひどいよね。まあ、ゆっくり破損な中、果敢に突っ込んでいって、5人くらいを犠牲にして、黄金銃をチョップでもぎ取ってたけどね。ちょっと、そこの暑苦しいの、ちゃんと働きなさいよ。ごっつあんって言って叩かれて、喜んでちゃ困るんだよね。ゆっくりは、あんたに結構お金出してんだからね。しっかりしてよね、もう。苦しい。声を張り上げすぎた。ふはぁ、病人に鞭を打つなんて、ひどい。それでもあんた、お役人か、お上なのか、これはもう成敗するしかないね。待てよ。だから下っ端同士で戯れるなよ。このハットリエ、意地をなんとかしろよ。外してやんの。やーやーい。出会え出会え。マジで会ってください。ほんと最近出会いがくすなくて困ってるんですよ。どこにいるんですか。私を完璧なまでに守ってくれる素敵な先生は。先生は諦めて爆発物に願いを託していくしかないのだろうか。というわけで爆発物でゴリ押すことにします。どうやら爆発物は相手の気力に関係なく体力を奪いされるようです。素晴らしいね。こりゃーサスケさんが爆発物を毎回装備してくるわけだ。ところでこの弾どうやって浮かんでるの。超能力。本当に鬼かよ。あの爆発をかいくぐってきた。打倒。おめえ人間じゃねえ。叩っ切る。いつの間にか相撲取りさんがログアウトしてるし、雑魚も体力満タンだし、使えねえな。雑魚が。とりあえず、気力が減るまで高みの見物といたしましょうか。ごっさん、ごめんよ。これからもこの調子でガンガン口出していくから、許しておくれ。
で。どすこい。羽板、これを向かい合わせに置いたら、ボーカリオストロの城みたいなことになるんじゃないの？同じ罠に連発は連鎖にならないからやったことないけどね。それに、結果は予想つきますけどね。挟んで撃って引き寄せる。これぞ恋の王道。さあ、いらっしゃい、正義のボンゲさん。よっしゃー、前段ヒット。さらに速攻魔法やし、そしてトラップカードを1枚仕込んでターンエンドだ。なんか勘違いしてるんだ。誰もゆっくりのターンは終了したなんて言ってないで。よし、これでようやく半分だね。この調子ならある意味グッドエンドにならなくて済むね。出会え出会え、この額の輝きが目に入らぬか。いや、おい、今何があったし、羽板貫通した。さっき羽板でこっちに飛んできたじゃん。ちょっと、これじゃあ、串打てないじゃん。もう設置できる場所もなくなってきたし、仕方ない。外から火炙りにするしかないね。おるわー、燃えろ燃えろ。はははははは。ああ、爆発物の範囲が届かない。これ、どうすんの？挑発しようか？ひょっとしたら近づいてきてくるかもしれないし。ごめん先生方。今の私はこれが精一杯。先生方がお亡くなりになったせいで、平治様がこちらに向かってきましたね。ここまで来るまでに気力回復が、起こらないことを祈るばかりです。とりあえず、挟んで燃やそうか。多分それぐらいでこの方も、満足してお帰りになってくれるはず。よし、あと一息。これで勝つるね。さすがゆっくり、罠センスあるね。
ずっと似たような罠ばっかり使ってるけどね。勝てばいいんです。勝てば。さて、そろそろとどめにいたしましょうか。たまには変わったものを使ってみましょう。というわけで聖水発生。おい、先生方、ここへ来て邪魔しないで。ざまあ、うわ、こいつを漏らししやがった。来たねえ。ちょっと残ったね。トラバサミ一発ってとこだね。というわけで、とどめだー。まだだ、まだ終わらんよ。我が人生に、一片の幸なし。嘘だ、嘘だと言ってよ、平次。泣く子も黙る、しつけ盗賊改め方、長谷川平蔵信為の活躍により、火をつけても盗んでもいない悪代官は成敗された。鬼の平蔵と呼ばれる通りなとは裏腹に、無用な拷問を避け、情を持って事件を解決する彼独自の近代捜査は、多くの民衆に純情派と慕われてはいるが、やはりストレスは抱えているらしく、男やもめで娘にも相手にされず、行きつけの一杯飲み屋でおかみさんに愚痴っている姿も目撃されている。後の初音ミクである。というパラレルワールドをテレビで見たんだって。あー、お金がない。うわー、あばば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 。死にたくない。助けて助けて。悪いのは全部エビス屋なんです。さっきあなたに火を放ったのもエビス屋です。私は何も悪くないんだ。フジコフジコ。うらー、行く、行っちゃう。という夢を、って言ってるそばからー。何度目かの正直。さあ、とどめを刺されにいらっしゃい。
ルは、HP も残り少ない状態で、下スパにまで見捨てられて、ねえ、今どんな気持ち？ねえねえどんな気持ち？せっかくだから、このゆっくり様も、まきびしで参戦するよ。おやあれ？下スパじゃとどめさせないの？マジで？そんなことはなかったぜ。というわけで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。そこまでだ、アクトルどもめ。モロハ流青岩崩し、受けてみよう。退屈、退屈だから来てこないでください。変態って、ド直球投げるねあなた。でも、半裸で登場した花吹雪の人よりマシじゃないの？先生、下っ端の先生、出番ですよ。この日のために待機料金払ってんだから、しっかり働いていってね。どうせなら相打ちになっていってね。その方がゆっくりのお財布にも、優しいしね。いっそ、ものすごい強いのが17分の。お気遊金でいいので生き残っててくれれば、それでもよいよ。なんだ？こいつハゼプリン超人なのか？新しいアイドル超人なの？どっちかっていうと短絡超人だね。ゼプリンって悪っぽいね。ゼプリン超人退屈マンって、アニメ出したら流行るんじゃない？本当に、よくよく見るとちょいちょい記憶回復してるような瞬間が、見えるんですけど。これ、大丈夫なの？帰り討ちにできるの？お、それでも影の薄い青いカエルに、似た人が頑張ってくれたおかげで、なんとかとどめさせそうだね。恒例のスーパートラバサミタイムを始めようじゃないか。あと、除夜の鐘ごっこと、放火を始めようか。除夜の鐘って言えば、最近男の子っていうの？それと除夜の鐘ごっこしてる本が、増えたね。それって、ベーコンレタスな本とどこが、違うの？いや、違わないよね。時代は進化したね。進化しすぎてゆっくりついていくのにアクトだよ。よし。4連鎖、このままはなお、のほほずにしましょう。これで、8連鎖は固い、キリ。どんな話すればいいかわからないの。適当に話題振って楽しめばいいと思うよ。いや、それボンバーマンでやったからダメじゃない？
ょ。本当にすごいね。気合で気力が上昇して究極暇人キックとかしてきたりしない？熱気とか毒異常とか使いそうじゃない？そんなことしだしたらマジ絶倫超人だね。おや？なんかさっきよりも気力の減り早くない？忍者に一瞬で3分の息にならなかった？見かけが足なの？あ、見かけも微妙だったね。ゆっくり大感波超絶美形だから、さっきからちょくちょく、一カメさんがいい角度で撮ってくれてるね。正面からで会えって言ってたり、かっこよく挑発してたりする勇士を、みんな応援してね。気力は楽に削れたのに、体力は減らないね。ところで、蒸発って何階にあるの？なんか、アップ、超アップ、でも、あたい負けないよ。あ、これってひょっとして、うん、なんか思いついたような気がするけど、そんなことはなかったぜと言いたいけど、やっぱり言う、阿波踊りだね。阿波の人に失礼とは思いますが、あえて言わせてください。阿波踊りだね。いい加減諦めてくださいよ。人件費って意外とバカにならないんだよ。特に外注なんて外に出ていくお金は高いんだよ。コスト削減とかエコとかのことを考えてよ。そうやって気合でこの屋敷の温度も何度上がると思ってんだよ。豆腐屋さんも増えるじゃないか。言ってるそばからトラックにはねられたような勢いで人が飛んできた。ジャパニーズ刀恐ろしいね。そろそろ飽きてきたねー。さすがに気力バカみたいにある人とやると飽きるね。冷静に考えるともっとやりようあったんじゃない？でもこの状態のままあと3人ほど収録しちゃったので、微妙と思われた方でまだ見てくださる方は 3,4 パート飛ばしてみてね。ゆっくりとの約束だよ。そろそろクライマックスだね。ここはクライマックスにふさわしく必殺技で締めてくれよー。くらえ、今必殺の火炙り大観。はははは、燃えろ燃えろ。必殺技なんだから空気読んでよ。実況だよ。空気読んでよ。仕留め損なうとかダサいにも程があるよ。江戸の名物であるこの拙者が、いつから名物になったんだよ。バカ。ゆっくりは人だから。少なくとも人だから。
ところで、はといったところで今回は、ここまでです。ご視聴ありがとうございました。いや、敵に回したのは私じゃないし。こんなことして、すごいお金かけて追い払うのに、デコピン4発で許してもらえるの？心広いね。こんなんだから大変な目に遭うんだよ。仕方ないので頑張るよ。うん。敵どこよ？どこよどこよ？どこなのよ？トラバサミ。そして動けなくなったところを狙い撃ちなどと申しまして、パート2くらいの時に使わない方がいいってあったけど、ゆっくりは使うよ。経費かさむけど下っ端が一撃か二撃でお亡くなりになるからね。楽だしね。カビルミンがあっちで発生しているね。おお、怖い怖い。ところでこの罠、大寒地震も引っかかるんだね。怖いね。ちょっと思いついたんですが、自分を実験台にコンボを考えるってまずいことができそうだね。この岩、向きが変わるっぽいけど、なんかあるの？転がらないよね。なんだろうね。角が当たると痛いとか、そういう意味なんだろうか。ところでどこに角があるん？とりあえず、この辺でいい？死体に落とすよ。今流行の岩石そうだね。要チェックだよ。え、何これ？この時のうつ主は何考えてたの？バーカもいいところだね。同じ罠を二連隣同士とか。そんなことより不自然だね。あの岩誰が浮かべてるの？キなの？ムー様なの？お金と超能力の無駄遣いだね。冷静に考えると、この罠はゆっくりには適さないね。初動がトラバサミだと使いづらいのかもしれないね。小木と合わせればいい感じなのかな？喋ってる途中に死ぬなよ。むしろ、カットするなよ。ダンサー。まあ人間だしいいかな。2回目ともなれば軽いもんです。あんなのは初見殺しにすぎません。見ててください。先生、見事に打ち果たして、見せます。よし、行け、ルンルン。解釈お願いします。ちょっと早くお願いしますよ。本当に不妙。
ゆっくりの、ゆっくりのことか。刺し物悪大官も、尾張柳生と江戸柳生が誇る二大剣豪、兵庫の助と十兵衛にかかっては敵ではなかった。群がる雇われ浪人どもをバッタバッタとなぎ倒し、逃げる悪大官もあっさりと切って捨てたのであった。噂では柳生十兵衛の眼帯から光線が発射され、虫の息だった悪大官を貫いたという。驚き慌てふためく浪人どもを前に十兵衛は、我が柳生の科学力は世界一と言って豪快に笑ったとのことである。そりゃあ勝てないわ。ララーみたいなもんだよね。じゃん。という夢を見たんだ。たまには、ぶっぱもいいかなって、そう思うんだ。バカだ。このバカ、バカだ。いくら雑魚撃破のためとはいえ、これはないだろう。やっぱりバカだ。雑魚だけど気力たっぷりのやつには、罠はつかないってことを理解してない。一撃かよ。さすがはヤヌーの科学力で、振られたレーザーしないだね。やばいね。九百両が一瞬で、飛ぶね。小判に羽が生えるって表現がぴったり合う状況だね。お金の使い方がひどいね。ま、年貢をもう一割上げれば済むし。いいよね。視聴者様の同意がいただけたので、年貢の割合は8割とします。異論は認めない。さて、ゆっくりの懐も潤う算段が、ついたので、900両さんと一緒に、雑魚敵を排除しましょう。お、言ってたね。エコだね。今有効のエココにも殴りかけるね。さあ、雑魚敵は、ハッタリ君と担当と、コレクターゆっくりで、決めるわよ。というわけでカット。雑魚を倒す作業がほとんどになると、動画のチェックもつまらないものになるしね。勝手な理由でごめんね。天下に聞こえた我が柳生一門の許しておけ。いや、だから、ゆっくりは悪くない。キリ、だから貴様らには歴史からご退場していただくことにするよ。のし。出会え、出会え。このゆっくりの顔を見忘れたと這いわせねえ。担当もこのぐらい使えば、限定19取れるんじゃない？うん、ま、虎バサミの申し子である私がそんなもの、取らないけどね。よわらわら、えわらわら、雑魚をかいくぐってくるとか、台本にないんですけど。いや、マジ勘弁してください。手順ってものが、あるんですが、心の準備もまだ。虫ですか？雑魚も一撃ですか？そうですか？仕方ないね。ゆっくりにあの技を使わせるつもりなんだね。見せてやろう。不死鳥の息吹を。ゆっくり本遠足。これは、不死鳥に縁もゆかりもないゆっくりに、
SM 用のろうそくで炎上させ、炎の力を得て敵味方もろとも炎上させることができる大技だ。これでこの剣士どもも火付盗賊改め方にしょっかれるので、ゆっくりは助かるという寸法です。うまくいけば先生方を何回か呼び出すだけで勝てたりします。この間発明しました。なんか失敗してますが、本来ならあそこのエラ役者踊り会場で消えては火がつく嫉妬の炎などと申しまして、そこで地獄の豪華に焼かれるって寸法です。おい、ターゲットに当たってないのに燃えてるんじゃないよ。よし、消えたね。ついでに気力もなくなっていい感じだね。担当を並べておけばどうにかなるでしょう。先生、このクラスにはヤードラット星人がいます。いや、冗談じゃなくって、今あいつ瞬間移動したよね。どういうこと？そのうち武空術とか使うようになるの？ヤムチャ役は誰なの？やっぱり魚屋なの？いや、何これ怖い。迫ってくるなし。かといって他の部屋に逃げると気力回復されるからできないし、そもそもこの時点でのうつ伏しには他の部屋に行くという発想はありません。もうちょっとで倒せるので別に構わないでしょう。一人死にそうだね。担当ぶっぱでいけそうだね。もはや、めんどくさくなってない？なってきた。今回は6時間プレイしてるからね。編集することにまで気が回ってないんだよ。むしろ、面白さとかそういうのよりも、クリアしないとってのが大きかったんだよ。うん。というわけで、お決まりの3連コンボで倒したと思います。あれ、どこ行った？あいつ今どこ行った？また瞬間移動か。まあいいや、挟んで。ついて。串刺して。またついて。そして、潰すけど、私は元気です。やっぱり潰すのやめ。後処理が大変だしね。庭石波もいらないし、サイボーグ屋敷にお願いしましょう。あ、しぶとい。どこかで瞬間移動したっぽいね。辛いね。仕方ないね。このゆっくりおバカにした罰、
その身をもって償ってもらおうか。殺害は一瞬にして完成だ。ざまあ。力でも及ばぬとは。バーカ。今何か敵残ってなかった？気のせい？よし、やっと合成なくらいになったね。この調子でいきたいね。ところで今回は、ここまでです。ご視聴、ありがとうございました。ゆっくりしていてね。はじめましての方、はじめまして。それ以外の方、こんばんは、光です。ゆっくり悪代官、パート6始めますよ。今回はミニゲーム会です。ゆっくりしていってね。バラマキ、かっこ悪い。っていうか、手塩にかけて育てた雑魚に、振り回されるって、エビスや、職務怠慢だね。あれ？あの楽しいムービーはなしですか？あの楽しい茶番劇はなしですか？ああ、そうですか。投げ回すって、宣言してから投げるのかよ。てか、人の屋敷で何やってんだよ。それに、その走り方、スピードマンかよ。やる気出せよ。むしろ、屋根の上のおとり押さえろよ。あ、よく見たら小判でけいじゃないか。こんなんキャッチしたら、押しつぶされて死ぬだろう。突っ込むべきはこんなところでしょうか。しかし、久しぶりすぎて何を言っていいか、わからない。まあ、いつもこんな感じでしたよね。ダメさ加減。投げまーす。あ、鉄アレイ。これってどこかで見たことない？正解は、修行中の忍者が、ゴール地点でもらえるご褒美の、一つだよ。もっと鍛えろってことだね。これは、前回も登場している、配下の忍者に与えることにしよう。割と、ザクザク、やられてたしね。とか言ってる間に、お金が切りのいい数字になったね。切りの良かったのも、つかの間だったね。え？切り良くないって？あんなに綺麗な数字の羅列が、見えなかったの？こんな常識知らないなんて、視聴者様、遅れてるーば。バカだこのゆっくり、早くなんとかしないか。だって256とか、どこ取ってもキリよくないじゃん。これだから東城は、バカに言われたくないわ。どこをどう見ても、綺麗だろ。JK。カリオ、あなたは大変な勘違いをしている。なんだってー、どういうことなんだ山林。よく考えてみろ。256は、二進数で1億。最初だけ1で後は0。256と違って、全部同じ数の羅列にはめらないんですよ。ということが収録中にあったのさ。あ、死んだ。謝るくらいなら、悪いことしなけ、れ、ばって、今回、何もしてないのに役人にやられたー。理不尽だ。実に理不尽だ。何？賞金もらえるの？エビス屋の手下がばらまいて、エビス屋が拾うだけでお金もらえるの？ものすごい錬金術だね。私も欲しいよ。その技。といったところで今回は、納得がいかないのでもう一度やります。だらっとしていってね。なんで、こんなのもう一度見せるんだよ。ミニゲームなんか誰も二度目なんて見たくないよ。うるせえ、納得がいかねえからに決まってるだろうが。代役なの、私代役なの。じゃあ、もう出なくていいよね。じゃあの。あいつ、どこから出て行ったんだろう。
さて、気を取り直して続けるよ。みんなブラウザ閉じてても続けるよ。深夜放送みたいなもんだね。いつかは日の目を浴びると信じて頑張るよ。そして、日の光で溶けるんですね、わかります。そして、失踪ですね。しませんよ。わかります。ゆっくりは、二度失踪するっていうしね。失踪は癖になるよ。どのぐらい癖になるかというと、PSP の桃鉄を一人で、99年やるくらい癖になるよ。やめて、人のゲーム事情さらさないで。マイクは言ってるんだから、そんなこと言って、この悪大感実況と、私とどっちが大事なの、別にあんたのためにこの実況やってるわけじゃないんだからね。私が好きなのはエビス屋なんだから。そんなにエビス屋が好きなら一発で、決めなさいよ。カットしたの何回目だよ。あんたが私をブローするから、死んじゃったじゃないか。どうしてくれるんだ。という夢を、見たことにしたかったんだ。これで我慢しろ。おい、結局死んでるじゃねえか。賞金出るし、これで我慢しろよ。お前はあれか？ネタも切れたのにこれ以上喋るというのか？